その5年間は何でもやる。ほうほうほう。もうノーなし。結果1個だけ断ったんですけど。Ladies and gentlemen, welcome to North Village!もう一個言い聞かせて。その5年間は何でもやる。ほうほうほう。もう脳なし、うん、この水着着たくないとか、うん、あのドラマやとか、うん、なんかあのおじさんやとかもない、うん、全部やるって決めて、うん、結果1個だけ断ったんですけど、うん、何断ったんですか。あ、なんか抱かしてくれってタレントさんに言われて。あ、その仕事仕事じゃなくてその人の出てるものにはもう出れないなっていうっていうとこぐらいですかね、断ったの。それ久保塚さんじゃないですよね。違います。バラエティーはあんま出ないじゃないですか。そっかそっか。でも本当に5年間、うん、一度もノーと言わなかったですね。ほぼほぼ。え、じゃあその本腰入れてやります、はい、学業じゃなくてそっちにシフトしますってなってからもうすぐ結果が出たからです。3ヶ月で結果が出ました。すげえ。なんで。いや、教え方がうまかったなと思います。周りの3ヶ月でだんだん感じてきて、でその時に私は疲れた表情を出したんですよ、事務所に。いや、マリエ、人はな、3で動くな。3ヶ月でセレドルって自分のキャラをやり抜いて、やっと自分がそれに慣れてきて、めんどくさくなってきて、そっから次の3年でそれがやっと民間まで伝わる、うん、でそっからまた次の30年でそれで食っていくんだお前はって言われて、うん、すっごいなこの考え方だと思って、でもすごい理にかなってると思って、プロだ、うん、で、あ、そう、今の時代はもっと多分ショートターンになってると思うんですけど、うん、それにすごい自分の中で腑に落ちて、うん、3ヶ月でうわ超めんどくさいこのキャラ作りとか言ってる場合じゃないなと思って、あとこれを3年やり続けた時にキャラってものが出来上がるのか、うん、私も巷も温度差のない、うん、でも大体19で伊藤モノレギュラーになったんで18で始めて1年すごい。その時にもレギュラー6本あって、アクにお任せと笑っていても両方でレギュラーさん私だけだし、どうすげえ、そうなんだ。で朝6時にモデルの仕事で撮影現場集合して、だいたいカット数あ普通ぐらいだったら2時ぐらいに終わるんですね。そこからバラエティの現場入って1本撮って、その間に取材が入って、で朝の2時からまた深夜番組の撮影したりとか。あ、じゃあ飽きてとか、なんかこう、生意気になって疲れた顔したっていうよりもガチで疲れてたの。ガチで疲れた。ちなみにどんな感じの顔したの、ちょっとやってみてどんな感じだったの。いや、もうなんか多分、めっちゃ気まくってたんですよ。もうないです。へぇ、もう体ボロボロで。へぇ、でも充実してる感じ。いやど一応夢を叶えたっていうことになるわけでしょ、その時点での有名な。ただもうその時にはもう忘れていて、自分の夢なんてなんぞや。で酒飲んで、これ言ったら本当怒られるんですけど、嫌がどっから来てるか今も大人になったの分かるんですけど、当時そのどっかアウトローのところが昔から好きで、不良だったり、うん、ファッションもその流れだと思うんですけど、うん、パンクだったりロックンロールが好きだったりとかするっていうところに対して、なんかこうアンダーグラウンドへの憧れがあるタイプだったんですよね、うん、だから自分がそうやって有名になった時にオーバーグラウンドでマスに対しての自分のイメージを植え付けてたことと、いや本当はもっとニッチなことで芸術だったりもっとこうクロートみたいなマニアックな人が好きだったりとか、うん、そっちがスタイル的にかっこいいって思ってる自分が、うん、そうじゃないことをどんどんギャップを感じ始めて、はいはいはい、それがどっかで若いながらの悩みで本当は私こうじゃないみたいな、うん、そのモヤモヤみたいな若い、うん、なんかこう
突っ張りたいんですよね、はいはいはい、もっとかっこいいんだから私、うんうんうん、そこで悩んでたんでしょうね、でもできませんでしたね、本当に友達は。へぇ、めっちゃいそうなイメージがあったの。あの怖かったんでしょうね、トラブルが起こるの。あ、やっぱ怖いスタイルです。今はだいぶ和らいでるとは思いますけど、当時は私とかからしたら住みにくい世界だなと思う。楽しかったですよ、楽しかったです。すごい助けられたけど、何に助けられたかっていうと、あんまり友達を作んなかったことですね。へえ、あ、じゃあ染まらずに済んだみたいな。でも、そんだけその知名度ができて、まあ、いわゆるチヤホヤされるわけじゃないですか。で、お金もついてきて、で、ってなると、調子になりますよね。すっごい調子乗ってましたね。あ、乗ってんだ。もうなんか浮かれてるじゃないですか。いや、もうなんか、家のなんか、下のね、床になんか調子ってマジックで書いて、乗ってましたね。マジで。マジで。私調子乗ってる。ちょっと乗ってみって。わけわかんない遊びしてましたもん。もう調子乗ってましたよ。じゃあある意味楽しかったんでしょ。楽しくないと調子乗らない。また別に。楽しくはなかったですね。何かこう言い訳をして、これは本当の自分じゃないみたいな。のがずっとあったんですよね。なんかこう今時期も俺は大金持ちなのにみたいな思う人いません、うん、そういう経験したことないですか、うん、今本来だった本当はこうだったんですか、ね、俺は本当はこうじゃないみたいな。あー、俺ね、そのちょい手前かな。例えば自分はそもそも何でもできると、うん、思っていて、無限の可能性があると、うん、自分だけすごい信じて、いざ何かをやろうとした時に、例えば20代前半の時に自分の自伝を出したいって言った時に、いや無理だよとか、うん、出版社から断られるとかなった時に、うん、え、嘘って言って、その時にその日ですよね、それを目の当たりにすると、こう、え、世の中には本を出したいと思って出せる側の人間と出せない側の人間がいるとして、自分は絶対出せる側の人間だと思ってるのに、なんか自分の身の回りの人がそれを否定する、うそんってなって、あ、じゃあ見せてあげましょうみたいな、年内出します本みたいな感じで、それがまあモチベーションになるみたいなあれで、本来自分はこうであるはずなのにっていう悩み方は、そうだな、したこと、あ、でもサラリーマン時代に、あ、そう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 、多少あったかな。その自分的にはすごい面白い人生を生きてるつもりが、でもやっぱサラリーマンとして見られるっていう時に、いや俺別にめっちゃ面白い人生生きてるねって自分では思ってるんだけど、周りからはそう見られないっていう、毎日スーツ着て大変でしょみたいな、そうじゃないとこで生きてる人たちからすると、こうそういう見られ方をするのに、俺って俺そんなんじゃねえんだけどなとかっていうのは、なんかありましたね、うん、なんかこう、同じ芸能人でさっき言ったその有名なんだよみたいなところで頑張って、何の夢もないのにただただ有名になるんですけど、じゃあ同じ著名人っていうところにボンって入った時に、やってること全く違うし、おこがましいからなんですけど、その同じ著名人の中でこの人はアーティストみたいになるわけじゃないですか、うんうんうん、坂本龍一さんとかって神みたいな、はいはい、うん、そこに行きたいわけじゃないんですけど、ああ、なるほどね。何か自分にしかないものをオンリーワンで身につけたい著名人ではないなっていうところに、多分ずっともどかしく、自分はじゃあ何者なんだみたいな葛藤ですね。まあまあ、みんなが多分たどり着くそこだと思うんですよね、今思います。それでニューヨーク行く、でもその時にも体はボロボロで、体力的に、そうです、大体1日30錠ぐらいの処方箋中、お腹いっぱいになっちゃうじゃないですか。もうお腹いっぱいですよ、もうガリガリで、なのにそこにあのダイエットピルを何種類も一緒に飲み、さらに酒を飲み、タバコを1日2箱吸いそれ健康になりたいんだから壊したいのか分かんないよなだからその時にもう動けなくなっちゃって、だから一
人と話すのも朝起きるのも寝につくのも外に出るのも一個一個の動きに全部処方箋が必要になっちゃって。へえ、うつ？うつだったんでしょうね。もうただ世代的にうちの母親父親とかとか病院に行ったら病気は治りますっていう時代で育ってる時代なのか人なのかそういう派に育ったので当時はそう自分に何で体調悪いところがあったら全部お医者さんに任せれば治ってるんだと思って、うん、めちゃくちゃでしたね当時。へえ、やっぱそういう処方される薬にも依存性とかあるんですか？30錠ものずっとやめようと思ったきっかけがアメリカに留学してその時もお医者さんほら本当はダメなんですけど何人もいて同じ薬を何十錠も出してもらって、まあ、日本はあんま帰ってこれないじゃないですか、うん、すぐ お医者さんとか行けないからその大量の処方箋を持ってニューヨークに入ったんですけど、うん、やっぱ止められますよ、うん、おー、あのなんだこれと一応ねドクターズビルだったんですけどその頃はあのオーガニックなムーブメントが流行っててニューヨークで、うんうん、60歳ぐらいの黒人 の警備員のおじさんお前こんなもんだ死ぬぞって言われながら、うんうん、でニューヨーク帰って家でテレビ見たらオバマが当時医療改革かなんかしててたくさん その薬処方箋を出ないようにしてもう売っちゃダメだって、15種類とか20種類ぐらい、うん、ワーニングで CM 流しててそのうち あの5個ぐらいが私その時飲んだ毎日。あ、じゃあもう体に害副作用があるってのはもう分かってるよ、ね、もうアメリカだ。でもついこの間日本から私来たばっかりで日本の先生はこのピルが新しい錠剤だって、うん、新しい、うん、効く薬だって言ってもらったのに、うん、なんで国をまたいだらあもう皆さん取らないでこれ売っちゃいけません、うん、ってなってるのってなってゾッとして、でそこから全部調べ始めたんですよ。そこから4年かかって一つ一つアディクションやめていくんですけど、それが28ぐらいかな。なるほどなるほど。あれ、じゃあもうその時は芸能界は23で1回休んでます。じゃあ5年きっかりで。そうです。休みながらでも休むとは言っても向こうに取材に来てくれたりとか、そういう媒体はあったんで、別になんか5年で休んですぐその学生になったってこと。そうです、うん、あ、じゃ あ5年間その18から23までで、もうその時体がボロボロでそれをまあ理由にあと自分ちょっと行きたかったところがある、うん、っていうのでそこからニューヨークに大学。でもそんだけその芸能界で成功してそこからまあきっかり5年でまあ学生に行くって、まあ、ちょっとドロップアウトみたいなところあるじゃないですか、うん、完全に、ね、どんな感覚なんですかそのいや悔しかったんですよ。悔しいんだ。うん、でも自分でそうしたくてそうするわけでしょ。周りみんなほとんどの人たちが行くなと、うん、でしょうね。でも全く理解できなかったんですよね、うん、なんで行くなって言うのか、うん、まあ、2つ理由があって、本当にあなたバカねって、日本でも同じファッションブランドを起こしたいんだったら、別にそんな学ばなくたって、どっかにね、話して。その夢がそもそもあったんですよ。ファッションブランド立ち上げたいために、アメリカに学びに行くみたいな。どっちかというと、ファッションで何がやりたいのか学びに行きたかったんですよ。ファッションが好きっていうのもあったんですけど、うんうん、その中のじゃあ何がやりたい、デザインがやりたいのか、マーケティングやりたいのか、本当にね、モデルでもってやりたいのか、いろんなファッションがあると思うんですけど、うん、それは何やりたいのかは学びに行きたかった。だからデザイナーになろうなんていうのはそんなには思ってなかったんですけど、やっぱファッションばっか習いに行くっていうと、ブランドやりたいんだったら日本でもできるじゃないとか、うんうんうん、もうそんだけ知名度あるよね、なおさら。なんでそんな大事な時期に、何が大事な時期か私には分からなかったんですけど、そんなとこ行くのって言われたけどっていう人たちと、あともう一つは周りにいる取り巻きの仕事がなくなっちゃう。ああ、そうですよ、ね、コマーシャルいっぱいやってたんで、うん、でそれこそそうだと思うけど、周りのスタイリストへの給料じゃないか、保証がなくなったり、ヘアメイクさんもね、それで大きなお金稼いだりとかするから。でもさ、その時は周りにいる人なんてヘアメイクかスタイリストかマネージャーしかいないわけじゃないですか、うん、そんななんか近所に悩み聞いてくる兄ちゃんなんていないし、うん、
でもそういう人たちはやっぱ人間だからしょうがないと思う。それに別に悪いことじゃないと思うんだけど、やっぱ行くなって言うんですよ。自分の仕事も減る。そういうところに気づいちゃって、より行きたくなったんですよ、悔しくて。行ってきなよとか言って言われたら、バイバイって言われたら、なんかちょっともしかしたら、私いらないのみたいなって言ってたかもしれないけど、意外とみんなすごい反対されたから、逆にやったるみたいなところはすごい。もったいないとかそういう気持ちはなかった。Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.